はい、それではお待たせしました。第4部の質疑応答に、していただきます。大体15分、今45分ですので、15分からご質問のある方が終わるまでをめどに、質疑応答に入りたいと思います。まず、うちのスタッフの牛江敦史さんがマイクを持って移動いたします。ご質問のある方は挙手の上でお名前を言っていただいて、どなたにどういったご質問があるかを明確にお話しいた、お伝えください。では、よろしいでしょうか。はい、それでは、挙手をお願いいたします。どなたがいらっしゃいますか。よろしいでしょうか。それではですね、内容ですので、本日のテーマである牛道、私どもからこちらに、激健、それから激健ですね、激健、あと義道と記号をさせていただきました。現在の剣道につながる、もちろん剣道というのはもっともっと、はるか昔からではあるんですけれど、まあ、そういった武道であるだとか、剣術であるだとか、それから今回のテーマであるか、その他に福岡、の歴史文化、そういったところも含めましてですね、幅広く、ご質問がある方がいらっしゃいましたら、挙手をお願いいたします。どなたがよろしいでしょうか。それではですね、こちらの方からもう一度話し足りなかったところも含めましてですね、まず弘前さんの方から何かありますか。提案とか何か。そうですね、一つは私が別の会に所属してまして、出版社法人自分の町をもっと知ろうという会に入ってまして、そこで勉強してるんですが、先ほどの亀井南明の話、亀井商業、亀井商協、それから、まあ、領収であるとかで、その系列とである先ほどの現役者の、歴史に埋もれた福岡が活躍した 幕末であれば、いわゆる野村元人というのがいますけど、高杉晋作が姫島に流されて子供のもとにを助けていたと。それから平尾山荘で幕末の志士たちとやってたと。で、薩長の、密約というか、取り持ったのは何も坂本龍馬だけじゃなくて福岡で全部やってたというような話とかですね、さまざまあるんですね。太宰府であるとか平尾山荘であるとか、でこれが忘れ去られてて、で福岡の人たちがそれをもっと全国世界に話をしていけばいいのにという話を今活動している人たちがいますので、そこに参画して勉強しています。それと今日の話で住先生からもありましたけど、武士道が単なる武道が単なるスポーツ剣道になっているという話、これも私も中学時代に3年間やりましたけど、とてもなんていうか先行できる先輩がいなくてですね、単なるいじめ都市ばっかりだというような話がありましたので、これも話をもっとしたいなと思ってます。はい、ありがとうございました。それでは剣道関係者の方がいらっしゃいますので、あ、よろしいじゃないかな、いいですか。いや、私の方から失礼ではございますけれども、
武蔵県連会の高尾先生、何かご質問ありますか？はい、それでは安住先生の方からまた補足とございましたらよろしくお願いします。講義の補足補足、はい、武道を実践してれば人間性が良くなると確信していらっしゃる方は挙手を願います。はい、武道の実践では人間性が良くなるとは限らないと思われる方、挙手をお願いします。はい、半々くらいいらっしゃるんですね。武道を実践していれば人間性が良くなるのか、それに賛成を示された方々は、現在の皆さんの周りの武道の実践の様子を肯定されますか、疑問を持たれますか、否定されますか。武道を実践していれば人間性が良くなるとお思いの方ですね。現在皆さんの周りで展開されておる武道の実践、まあ人間性が良くなるかどうなるか、もう高齢者は人間性ほぼ完了してますので、これ以上良くなったり悪くなったりしないでしょうから、対象を子どもたち、青少年の武道実践、周りにいらっしゃると思いますが、青少年の武道の実践の実態を目にして、あれで人間性が良くなると確信できますか、疑問をお持ちですか、否定されますか。確信をお持ちの方は挙手をお願いします。ゼロ。疑問をお持ちの方は挙手を。はい、いくつか問題点を加えています。あれじゃ全く人間性は良くならんよと思いの方、これもゼロですね。やっぱ皆さんいくつか疑問をお持ちのはずですね。今の皆さんの周りで展開されておる青少年の武道の実践では、果たしてダイレクトに人間形成に向かってるんだろうか。極論申しますよ、私は出会い頭の弱いスピッツがワンワンキャンキャン吠え泣き立てて、それが今の剣道の試合だ。その姿を見てすっと道を譲って横を通って避けて通るような剣道は、スピッツのようなことではスピッツのような運動をやってたんでは、試合やってたんでは、稽古やってたんでは、身につくはずがない。もう一つ申し上げます。剣道をやってる青少年の今の試合の内容、臆病者が盾を振り回して当てて逃げようとしてる。臆病者、腹が据わっていない、さあどこからでも来いというような指導を受けたことがない、とりあえず前に出ろ、撃たれるな、刃筋間違っても構わんから撃て、こう言われているような剣道ではないでしょうか。したがって私は今の剣道、青少年の剣道は人間形成から遠ざかってしまって、一つだけ救いになるのは相手をちゃんとリスペクトしているということです。先生を尊敬している、先生を尊敬している、相手を粗末にはしていない、それはちゃんと規則にあるからです。打って逃げてはいけない、打ち終わっても打ったことを誇示してはいけない、規則で縛られているからです。どうぞ今問いかけをいたしましたが、いかがでしょうかね。明治維新、あるいは大東亜戦争直後の日本の武道家が武道に求めたものは何であっただろうか。その辺について端的にシンプルに一言ご指導をお願いしたいと思います。
先生。私は全くの門外漢として、中学校の先ほど申しましたように3年、小学校6年の時に玉龍旗の福岡のスポーツセンターで糸島高校、僕糸島に生まれたんですが、糸島高校が優勝したんですね。2回目か3回連続。その時の主将がものすごくかっこよくて、小学校6年生で浅田さんだったから冗談で準決勝の時5人抜きしたんですよね。でこれで私もうすぐ感激して、で絶対に6年間小学校野球してたんですけど、絶対に剣道やるって言って中学入ったんです。ところが先ほど言いましてものすごくがっかりしました。先輩、尊敬できない先輩って言い方しましたけど、いわゆる昔のしごきですね。単なるスポーツ剣道でもないんですよ。もっとそのさらにもっとひどいということで、で高校途中で生徒会で部活行かなくなったんですけど、高校入ってスポーツ剣道というか授業で剣道をやりました。だから段は取っていませんが、高校の時に2段のやつを任したんで、多分1段ぐらいはあるだろうと思います。だけどそれぐらいのもんで、剣道は僕とも持ってましたけど、全く門外漢の世界で過ごしてきました。だけど改めて勉強すると、武士道の精神というのは本来の日本人の精神だろうなと思います。日露戦争でも負けたロシアの兵隊を全部捕虜を手厚くもてなしたとかですね、もう信じられないような話がいっぱいあるんですね。でそれが今の獣たち、遠山充先生は獣たちの裏にいる人たちの戦いに引き込まれないようにしようって言ってて亡くなったらしいんですが、まさに今もまだ獣たちの戦いが中東でもヨーロッパでも東ヨーロッパでも行われていると。でこれが先ほどの獣たちの戦い方っていうのが一番隅先生が嫌われる戦い方だろうなと。勝てばいい、とにかく相手を殺せばいい、そうじゃない。でその先ほどのこの葉隠れ武士道の中にびっくりした話が、相馬藩でしたか、でお屋敷で殿のお付きの小姓でしょうかが家が焼けて、でその時に周りの小姓たちと一緒に殿が呆然と見てたんだけど、家が焼かれるのはいいんだけど先祖代々の家系図が あったと。でそれを焼かれるのは忍びないって言ったら、一番ぼーっとしてる小姓が、普段は何の役にも出されてる小姓が、この時こそ私の命はと後で捧げますって言って木の中に飛び込んでいったと。それで焼け落ちた庭のところからその小姓が出てきたらしいんですけど、焼けて焼け焦げて、で体をどかしたら血が流れてたと。で腹をかき割ってその中に家系図の巻物を入れとったと。なのでもう全くそれが無事に残ってたと。でその血のりの家系図っていうのが相馬に残ってると。でこれが武士道だろうね。すさましいですね。今ご紹介あったように非常に血なまぐさいと言いますか、非常にすさましいと言いますか、尋常な尋常な構えでは到底達し得ないようなことを目指したんですね。そうありたい、そういうのが武士階級に中心ですけども、そういうのが身近にたくさん材料として特に語り継がれ、あるいは道場で修練するときにも底当たりを厳しく追求された。今の私も剣道を常にやっておりますが、つい最近も沢田区の稽古会で皆さんに稽古が終わった後申し上げました。今日1日の1時間の稽古の中で3回とか3人とか4人とか自稽古をされたと思いますが、一心不乱無心にこの一撃で成果したっていうことでパーンと全てを出し切った打突がありましたかと問いかけますと、なかなかないんです。
見事な一本は生涯に一度だけだろうとさえ言われたかつての名人もいらっしゃいます。だからそうありたい、そう願いたいということを常に描いて稽古やっている方と、あ、今日あいつを何本打った、今日あいつから何本やられた、こういうことで楽しんである方々、これも私は否定はいたしません。剣道という伝統運動文化を自分の生涯の楽しみとしてやられることを否定はいたしませんが、次世代、次の将来のある子どもたちにはせめてそういう真剣味ということが源流だよと、剣道をたしなむ者には、あるいは柔道をやる人には、真剣柔道を編み出した加納治五郎の教えの中軸になるもの、合気道も合気道、少林寺も少林、なぎなたにも相撲道にも、それは必ず生きているはずですから、そういったことを子どもたちの周りには必ずたくさん情報として用意しておかなければならない。これが我々の責任じゃないかろうかと思いますね。特に今は保護者、子どもの一番近い人的環境である保護者が武道とは何か、それぞれの武道の本質についてしっかり理解をして子どもと接し、道場に送り出していただく、子どもとそういうことを接しながら試合に送り出していただく、あるいは組織を支えていただく、子どもたちを取り巻く一番身近で一番影響力の強い保護者の方々に武道の真髄について噛み砕いて話すことのできる機会、あるいは内容を武道連盟、武道の組織体は準備しなければならないんじゃないでしょうか。理念、定義、あるいは検証、こういったものはもう十分に出尽くしておりますが、もっと身近なものとして、身近なものとして武道の真髄について情報提供する機会が大切じゃないかと考えております。はい、それでは15分の時間が過ぎましたので、皆さんの方からもう一度ご質問のある方はお願いいたします。はい、どうぞ。先ほど娘を受けました高尾です。やっと鷲見先生のお話を伺いまして、日本剣道型において1本目から小立の3本ございますけれども、1本1本の成り立ち、これをしっかり自覚した上で型を打たないとその型が成り立たないということを今私は思いました。例えば1本目のなぜ1本目がこういうふうな出会いでこういうふうになるんだ、2本目はなぜこうなるんだ、3本目、4本目、5本目、6本目、7本目、小出の1本目、2本目、3本目、これの成り立ちを一つ一つしっかりと自分が理解した上で打たないと、ただ型を形に打っただけということを私は今分かりました。なんか分かったような気がします。以上です。はい、ありがとうございました。じゃあ鷲見先生、型について何かございますかね。ご指摘よくわかります。全日本剣道連盟が展開をする日本剣道型の講習会においても、型の成り立ち、型の論理的な理論的な成立過程、あるいはその方法についてはほとんど語られておりません。形については講習があります。こう動きなさい、こう使いなさい、こう振り上げなさい、こう打ちなさいというのはありますが、この型の原点は何である、実は帝国剣道型、それから全日本剣道連盟の日本剣道型、これの成立したプロセスについての明らかな事実は何も残っていないんですね。
各流派を代表する最終的には5名の主査制定委員の方が練りに練ってあの10本にまとめられたわけですけども、この方はこういう何本目はこういう流派のこういう方のこういう利害から来てここに収まったというような説明は一切残されておりません。もしこれが残っておれば大変なことになっただろうと思います。主査の5人の中がもう何人かが自害されたかもしれません。それほど極秘裏と申しますかね、自分の我が流派の真髄たる技を利害を共に剣道型の中に入れたいという熱心な議論が展開されたと思いますけれども、あえて何にも残されておりません。ですから現在剣道型を修練する私たちは100連持得を旨としなければその真髄に近づくことはできません。剣道型1本目片や左上段に大きな木ぐらいで構える、片や右上段に共に千の木ぐらいで攻撃の防御のない攻撃の構えで構える、三歩で危険な場合一足一刀の前に近づく、そして約束ごとで先に打ち立ちが志立ちの体を真っ二つに切り落とす、これを安全な方法で100回続けて稽古やる、1000回続けて稽古やる、血みどろになって稽古やる、失敗して相手の指を骨を砕いてしまった、失敗して相手の鼻先を骨折してしまった、失敗して相手の頭蓋骨にひびを入れてしまった、そういう血みどろの稽古をしてみないとあの1本目の中に含まれる利害というのは言葉に表現したり体得することはできない、そう思っております。したがって何も書き記されておりませんから、やってやってやり尽くしてこうではなかろうかというものを使う、これが市内打突剣道の基本につながっていくんじゃないかと。これは形ではありません、刀の使い方ではありません、木の置きどころ、線の線の木の置きどころ、五の線の木の置きどころ、それを学ぶのが剣道型の修練だと思います。だからそういうことについては何を学ぶのか、形を学んで心を学べ、心を悟れということにしか言いようがないと思っています。これはおそらく古武道を演武しておられる先生方には理解できると思います。残念ながら福岡には古武道をはたくさんは伝わっておりません。関東、関西、東海には古武道の流派が長く多く伝わっておりまして、今もたくさんの人が古武道を修行していらっしゃいます。本当に紙一重のところで相手の太刀筋をかわす、本当に紙一重のところで相手の太刀筋をかわして身を守る、あるいは反撃に転ずるという修行は神業、見ているものをハラハラにさせるような演武が展開されますが、残念ながら福岡の地には古武道が伝わっているものがかつてはいくつか見られましたけども、近年では見られません。したがって今ご質問のあった日本剣道型についても、その理論を明らかにならせるためには血みどろの稽古をやってみる仕方ではない、私は考えております。市内打突剣道はですね、ある人はこう言ったんですね。動物の同じ種の動物のオスとオスが戦いますね。発情期のメスをめぐって戦いますね。これは相手を殺しませんよね。ところが弱肉強食はまかり通りますね。じゃあ武道はどっちに近いんでしょうか。自由を決すればそれでいい、命までは奪わないというのが本筋なのか、自由を決して息の根を止めてしまうのが武道の本質なのか、こういったことを考えていきますと原点は息の根の止め合いであったはずです。
ところが日本の戦時、刀を持った戦いの捉え方と西洋の刀を持った戦いの捉え方は若干私は違っていると思います。西洋の武器は一刀両断、一刀必殺の武器ではないことが多い。打撃を与えて混沌して捕虜としてつける、持ち帰ってしまう。日本の戦の場合には絶命を混沌して意識を失わせても最後は首をはねて主君に指し示して武功とする、こういうすばらしい時代ですね。が現代の剣を用いた剣道という武道が息の根の止め合いを原点とするのか、雌雄を決すればそれでよいということにする、この辺も皆さんと共に真剣に考えていかなければならない問題だと思います。私は息の根の止め合いを理解して原点として、さらにその上に即位の情を養うことが日本の剣道界の若年層、青少年層に指導したいことだと考えております。完膚なきまでに打ちのめす、完璧に打ちのめす、しかし弱者に対する即位の情だけは決して心から離さない、こういうことを教えていくのが剣道じゃないかと思います。すみません、ちょっと話が飛躍しました。はい、どうもありがとうございました。それではもうお時間過ぎましたので、これで、質疑応答を終わりたいと思います。杉先生並びに、弘前さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。では以上で、第25回組書道武士道語りを終了いたします。どうも本日はありがとうございました。